どうもこんにちは、てっくんです。今日は体験版のピクミン4をやってみます。では行きますよ。任天堂スイッチ。お、水色のピクミンが歩いてますね。かわいいです。おー、あ、ごめんなさいね、黙っちゃいました。チャッピーがいますね。このステージがあるんでしょう。では行きます。私はキャプテンオリマー。オリマー、宇宙船ドルフィン号の船長だ。これは私が未知の星に墜落して救助されるまでの話である。要するにピクミン1のことですね。目覚めた時、宇宙船はパーツが飛び散りバラバラになっていた。はい、ピクミン1と一緒です。このままでは家族の元へ帰れない。途方に暮れていると、お、オニオン、ルルルあ、ピクミンの種を吹いた。お、赤ピクミン、ふくな、不思議な生き物ピクミンに出会った。にラマとピクミン、ピクミンは物を運ぶ習性があり、宇宙船のパーツを運ぶのに手伝ってくれた。おっちんではないな。しばらくしてまた不思議な生き物に出会った。弱っていたそいつに、いや、それどっから持ってきた。食べ物を与えると、すっかり懐かれてしまい、ピューイで、今ではパーツを探して手伝ってくれる頼もしい相棒だ。一気に生えた、なんか。おー、ピクミン1ではエンジンが最初なんですよね。あ、行っちゃった。ウィンドルスパーラー、リーバリー、最後の探索地となる場所へたどり着いたのだった。なんかピクミン4のヒントになるかもしれません。おー、赤青黄色だけなんだ。羽ピクミンとか岩ピクミンとかいない。このアイディアはこれまでと何かが違うな。家だからね。もおいおいおい、あ、ピクミン、待って、どこへ行くんだ。黄色ピクミン一匹迷子になってる。ああ、いつだった。ああ、ダウンバチに。ねえ、フライパンのとこ、要するにあそこにいっぱいいるんだな。おい、どうやって行った。参ったな。ピクミンたちの様子もおかしいようだ。ひとまず彼らを呼び集めながら宇宙船パーツを探すことにしよう。確かにここに。よし、あれを壊してみよう。ジャンプすると力をため始めるから、 X 長押し下まま狙いをつけて力がいっぱいになった。突進だ。揺れてるね。
嬉しいです。相変わらず操作は下手です。ピクミンかっこ赤ピクミン、やはりここに隠れていたか。 B の長押しの笛で読んで集めておくとしよう。それは変わんないね、この曲ピクミン3と。ピクミンたち一体どうしたんというのだろう。ここまでの状況を公開日誌にまとめておくか、あとで書いとこう。おい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 、いや先送りは良くないな、忘れないうちに記録しておこう。おい降りまー。おかしなピクミン、このエリアに来てからピクミンの様子がおかしい。ピクミンから飛び、あ、オニオンから飛び出していったきり、どこかに隠れてしまっている。宇宙船のパーツを集めるには彼らの力が必要だ。見つけたら笛で呼び集めておこう。さて、宇宙船パーツの探す時の続きだ。ピクミンを見つけたら一緒に連れておくとしよう。うん、カックンカックン。ピクミン、はい、キーピクミン、赤ピクミン。あ、突進でいけるな、多分。お、やっぱいける。はいよ、ピクミンさん。突進。ピクミン、ピクマ食いたくなった。はい、おしまい。はい、おしまい。はい、おしまい。はい、オッケー。ピクンたちは遊べないのか。なんかがいるね、机の上に。あー、ピクミン。突進。なんかいる。待て、原生生物だ。どこにもパーツが見当たらないが、まさかあいつが飲み込んでいるのか。だが、あのトゲが邪魔だな。いつでも突進できるよ。X で長押し。力をためながら、あいつの周りを動き回って、隙を伺うとしよう。ボスボスボス。お、吐き出した。これ、
宇宙無線じゃないか。ついに見つけたぞ。このパーツさえあれば助けを呼ぶことができる。こうして私は宇宙無線を回収すると、すぐさま救難信号を発信した。書き溜めていた公開日誌を添えて、1ヶ月後、その信号は救急隊のもとに届き、私の救助をするため彼らは星へと向かった。だが、救助に訪れた彼らもまた遭難してしまった。ガバラスチュン、いわゆる二重遭難である。もはや私の運命は尽きたと思われたが、本部にはまだ一人新人隊員の君が残っていたのだ。そう、君が最後の希望なのである。見てみましょう。ID カードを制作し、直ちに出動してください。はい。で、かわいい。どれにしよう。OK。てっくん、かっこ動画。カルタ星、レスキュー隊を救助するという任務を受けた新人隊。なんか音鳴ってる。音おー、こうして私の運命と消息を絶ったレスキュー隊の捜索は一人の新人隊員に託された。あそこの画像ですね。わかりますか。遭難したら引き継いだよ。うん、ワンワン。オッチン、鍵合わせ、主人、あーもういいや。読んでくださいね、自分で。めんどくさいね。救助犬と合流した。あ、こういう感じで出てくるんですね。で、気球隊、救助犬、オッチンと合流した。6人の隊員は一体どこにいるのだろう。これはピクミン水ではありませんでしたよ。コリー、要求助者を発見。よし、いけいけ、おっちん頑張れ。あ、読んじゃった。頑張れおっちん、頑張れおっちん、頑張れおっちん。よし、ちっちゃいな、おっちん。あれ、おっちん。
ニューパー、やった、僕の球団信号が届いたんだ。君がオッチンと協力して僕を助けてくれたんですね。カプチ、オッチンが隊長以外の言うことを聞くなんてちょっとびっくりです。ペチュー、おっと申し遅れましたが、僕はコリー、レスキュー隊のオペレーターです。オペレーターと合流した。レスキュー隊のオペレーターコリーと合流した。他の隊員は一体どこにいるのだろう。ハレー、土砂で一気に止まりだし、お腹は減るし、体力温存のため寝ていたところです。話には聞いていましたが、君は新人隊員のテックン（かっこ動画）（かっこ）さんですよね。トゥーナベ、改めまして救援に来てくれたことを感謝します。君に緊急出動の信号を送ったのは僕なんですよ。僕たちレスキュー隊の状況ですが、この星を降りようとしただけ宇宙船が操縦不能になってしまって、それが原因不明なんですよ。隊員6人はいたんですが、脱出の時チリジーになってしまって、遭難したオリマーさんを探しに来た僕たちまで遭難しちゃったわけです。いやはや情けない。もへい、僕たち宇宙船スパード号ですが、あっちに不時着しているのは調査済みです。僕一人じゃたどり着けなかったんですが、君も来てくれたことだし、宇宙船に戻れるかも。トンクレイ、道すがら他の隊員にも会えるといいんですけど。見える？じゃあシェパード号に向けて出発しましょう。シュパード号だ。あれがシュパード号です。目の前にあるのにここからはどうしても行けそうになくて、あ、でもこの辺りの探索中に一つ気になる場所があったんです。この星の植物はすごい巨大なんですよね。やっぱり、あれです、あそこに穴みたいなものがあるんですよ。穴だよどうにかあっち側に行ければシュパード号は目の前なのですが。クモカット、ペチュー、これぞ救助犬、穴掘りはお手物ですよね。スキップしますよ。まあそうなるわな。始まりの抜け道。ちょっと待って。ヌーポー、あ、ごめんなさい、黙ってました。ベビーチャッピー、あんなところに隊長が。あれを助けるんだな。これで一安心かな。隊長、原生生物はやっつ
けましたよ。そこから降りられますか。捕まりっぱなしで腕がしびれているのだ。ちょっと待って、今から降りる。大丈夫か、コリー。やはー。さあ、こっちのセーフですよ、無事に。で、何よりですけど。No. よし、新人研修以来だな。レスキュー隊隊長のシェパードだ。No. てっくんよ、君がオッチンを操ってあの生き物？オッチンは私の言うことしか聞かないはずなのだが。新人研究集が早速役に立ったようだな。編集中から君にはドッグトレーナーとして向かわれてると思っていたのだ。隊長と合流した。隊長のシェパードと合流しました。隊長が言えば何とかなるかもしれません。少し希望が見えてきた気がします。ところで隊長、どうしてここに？地上で怪しげな穴を発見して覗き込んでいたら落ちてしまったのだ。出口はないかと暗い洞窟をさまよっていたらぬるっとして生き物に遭遇して。ちょっと待ってください。そうやってシェパード号に近くにあった穴では、僕たちその穴を目指してこの洞窟に入ってきたんです。そういうことならこんなところに長屋は無用だ。みんなでシェパード号に戻るとしよう。はい、コピー。ん？え、てっくんさん、何それって顔してますね。はい、コピーは了解って意味です。それじゃあ一緒に行ってみましょうか。はい、コピー了解しましたってやってみますね。延長しているのが初ミッションだから、でも仕方ないだろう。少しずつレスキュー隊のやり方になっていけばいいからね。これからのアニメはレスキュー隊のバイブル、レスキュー心で覚えていってくれ。オッチは君に懐いているようだから、君たちをバディとして認めよう。救助犬を扱うトレーナーの能力見せてもらうぞ。はい、これはパート1なのですいませんが、これで終わりです。また次の動画で会いましょう。じゃあバイバーイ。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくね。